敗した。もう一回もう一回。神戸にやってきた。OK。すごいおしゃれな建物です。おしゃれなカフェがある。行ってみましょう。かわいい。モーグラン超美味しそう。待ってこれ。何これ。コップの中にアップルシナモンやって。美味しそう。おしゃれおしゃれ。いい車だね。神戸はお金持ち多いからね。綺麗だね。大阪の南とはえらい違いやわ。いい車がいっぱい。神戸の若い子たち、なんかもう全員お金持ちに見えてしゃあない。あとで海の方行きたいですね。いい車ばっかだなマジで。はい、どうぞお渡りください。どうぞ。止めちゃったよ、ごめんね。こっちが海の方なんだけどね。こっちはもうないか、そんなに。あれはなんや？あれなんや？これなんや。かわいくない？おしゃれね、いちいちおしゃれね。見てこの街並み。何これ、おしゃれね。いい車ばっか。すっごいおしゃれなんだけど。カフェか。ジュースですね。カフェですね。新しくなったのかな。めっちゃかわいいね。おしゃれ。おしゃれね。おしゃれ。かわいいね。神戸市立博物館。青い耳飾りの少女でしたっけ。この間クイズ出てましたね。かわいいね。おしゃれね。来た。またいい車だよ。なんだありゃ。見たことねえわ。
嬢さんが。おしゃれね。よいしょ。見てこれ。おしゃれね。これほんと写真写すのに、写真写すのにもってこいだよね。あれで絵になる。表参道みたいな感じかな。代官山。うん、よし、じゃああっちから海の方に行ってみましょうね。お、食べてる食べてる。旧神戸遺留地15番街。ほう、何、国の指定重要文化財だそうです。慶応3年1868年の兵庫開港。もうそんな時から領事館やホテル、教会、すごい素敵。なんちゅうおしゃれな。もうどこを撮ってもおしゃれですね。いちいちおしゃれですな。腹立ちますね。じゃあ海の方に行ってみましょうね。どうぞお渡りください。おしゃれね。でも何なんだろうね、まあ、何しかおしゃれよね。なんつうんですか、バロック建設って言うんでしょうか、なんつうんでしょうか。三井ビルディング、はあ、昔からそういう三井住友、四菱でしたっけ、三菱と四つあったんですよね。あそこにおしゃれなビルが。おしゃれね、いちいち。あの建物、向こう側に白いのが見えるんやけど、あれもおしゃれよね。と言いまして、まあ外国の方が住んでたのかな。あ、これ西エンティティか。エンティティということは港が近いですよ。伊勢三宅山っす。
モードね、モード。何あれ、バー。なんか今日はあちこちで貸し切りパーティーやってるんで、二次会、結婚式が多かったんでしょうか。今日は、今日は日曜日、あ、3連休やし結婚式多いのかな。神戸の男性は伊達って感じですかね。スマートでおしゃれですよね。なんだあれ、またおしゃれですよね。いちいち、お、あっちは湾岸の方ですね。こうなっております。オリエンタルホテル、ランプミュージアム、かわいいよね。こっちの方が、こっち行ったら海ですね。アメリカンパークとかね。アメリカンロードのこと言ってんじゃん。あとで海を見てから元町の美味しいものを食べましょう。中華街があるので行ってみましょう。なんか道路が綺麗だよ。おー、またすごい車が欲しい。レクサス多いですね。レクサスだよね、あれ。神戸と言ったら海とケーキとイタリアン。神戸のケーキは超美味しいよ、マジで。何あれ、何これ。おしゃれね。あ、これイケバン君とかな。もともと銀行をカフェにしたとかっていうのが多いんですよね、この辺は。すっげーレトロ。お、例のあれが見えてきました。あれですよ、あれ、あの赤いやつ、神戸といえば。海の方は行けんのかな。メリケン鳩場前。お？ぬぬぬぬ、いい車ばかり。レクサス？なんか車見てるだけでも価値がありそうな気がしてきたよ。